皆さんこんにちは、佐藤誠です。今回行われております鹿沼市議会選挙で私が実現をしたい政策、皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。みんな頭文字、S で始めさせていただいております。例えば一つ目の S、 サウナとスーパー銭湯です。鹿沼は人口が9万2000人もいるのに、サウナやスーパー銭湯の温浴施設って不足してると思います。みんな宇都宮とか栃木に通ってる方も多いって言いますし、鹿沼に欲しいなっていう方、よくお声お寄せいただきます。鹿沼にせっかく、例えば酒の屋に出会いの森という高齢者福祉センター温泉施設あるわけです。あそこを例えばリニューアルして、夜今閉まっちゃってますから夜も入れるようにして、で例えばあの出会いの森をこう道の駅にしてしまえば、土日も市外からもお客さん来るわけですから、需要というのを高めることで、あそこに投資をした成果というのは得られるんじゃないのかななんて思っております。一つ目、サウナとスーパー銭湯、ぜひ実現したいなと思ってます。二つ目の S ですが、これはスターバックス図書館です。図書館が365日空いている、夜の9時まで空いている、スターバックスのようなカフェやレストランが入っていると、ただ単に本を返しに来て借りたり、ただ単に昼間新聞を読んでとか、もっとそれ以上のいろんな人がいろんな時間帯にいろんな使い方のできる、こう街の活性化の中心として、図書館、スターバックス図書館、これは僕本当に、全国でもそういう図書館たくさん増えてきているのを見て、鹿沼だからこそ作っていきたいななんて、スタバ図書館、ぜひ皆様にもご賛同いただきたいななんて思っております。そして3つ目の S はスポーツ新時代といいまして、アーバンスポーツ、例えばスケボーパーク、ストリートのバスケのコート、BMX とかインラインローラースケートですね、こういった新しい今若者のスポーツ、これを鹿沼に自由に気軽に楽しめたり練習したりできるような、そういう施設というのは鹿沼に作ることで、若い人たちに注目をされて人口を増やしていったりすることに大きくつながっていくのかななんて思いますので、スケボーパークを中心としたアーバンスポーツパーク、これもぜひ、あの場所がないっていうことで関して言えば、例えば今ここ図書館ですけども、こっちいいですか、すみません、あのちょうどこの黒川沿いの下に河川敷の公園ありますんで、ここをじゃあ、 あのスケボーパーク自由に少し気軽にできるような施設にすれば、こちらにスターバックス図書館があって、ここにこうスケボーパークがあってということでは、本当にこう賑やかな若者が集まるような、場所が作れていくのかななんてね、思ったりしています。で4つ目の S は、新駅構想と接続 JR 日光線と宇都宮駅です。この黒川のね、先に上に上がっていきますと JR 鹿沼駅ありますけれども、今 JR 鹿沼駅が、路線 の、 あの電車の本数が減らされちゃったり、こう混雑してしまったりということで、いずれじゃあだんだん人口が減っていって縮小していって、やがては何十年か後に JR 日光線も廃線になってしまうなんていうことは、避けなくてはなりませんし、鹿沼市は宇都宮に対しての最大のベッドタウンであるという特性を考えれば、これから脱車社会であったり高齢化であったりカーボンというニュートラルというような時代の流れを考えると、もう少し鉄道というものをみんなが利用していくことで社会がより便利になっていくんじゃないかという観点では、まず JR 日光線、鶴田駅と鹿沼駅の間に、10キロの距離ありますが、いくつか駅を作っていくということで、鹿沼から宇都宮に電車で通いやすいと、車がなくても移動ができるというような、そういった新駅構想、これはもう一度皆さんでこの可能性というのは議論して進めていきたいなと思っておりますし、宇都宮がいよいよ LRT 完成をさせました。この LRT 今度は宇都宮駅の西口まで伸ばそうという計画が正式に決定していますし、さらには大山で延伸ということも正式な検討が始まったそうです。ならばその大谷で行き止まりではなくて、そこから南に降りてくれば、松原団地を経由して JR 日光線にぶつかります。そこにもし新しい駅を、新駅を作れていれば、宇都宮駅の西側を中心とした大きな公共交通環状線というものが、完成をしてきますし、
これは栃木県県央地区の大きな、持続可能性やコンパクトシティや経済という意味では開発も進んだりという意味では本当に大きな、可能性があると思っています。長い年月かかりますし大きなお金かかります。でもだからこそ今政治が、やっていかなくちゃいけないんだと思います。宇都宮で30年かけてやりきったことをじゃあ鹿沼宇都宮連携をして大きなプロジェクト10年後20年後50年後を考えたそういった政策新駅構想接続 LRT 宇都宮日光線を提案をさせていただきます。そして5つ目の S が、歯科検診連動型プレミアム商品券です。単に税金でプレミアム率を補助して商品券というのを販売するのもいいとは思いますがせっかくならば歯科検診を受けていただいた方に優先をして販売をしていくことで受診率を向上させていけば航空環境が改善していくということは健康寿命が伸びていくということになりますし医療費が下がったり介護の費用が下がったりしていきます。歯科検診を受けることで健康になっていけば財政も良くなります。その浮いたお金さらにプレミアム商品券で皆様に還元をすればそのお金がまた市内で回っていくので健康そして財政家計そして経済四方よしというのが、実現しておくと思いますので、今申し上げたような、サウナとスーパー銭湯そしてスターバックス図書館そして、スケボーパークそして新駅構想接続 LRT 日光線そして歯科検診連動プレミアム商品券他にもまだまだたくさん、私が提案していますいる S というのはありますが、この今申し上げたような政策を実現していくことで鹿沼は本来持っているポテンシャルまだまだ生かしきれてないと思います。本当に楽しくて便利でワクワクするような豊かな街これを我々が本当に皆さんが望むならばそして我々自由民主党とそして今回の選挙佐藤誠に託していただけるならばこの政策というのは必ず実現していくことができますのでどうか我々この鹿沼まだまだ力あるんだということを自信を持って皆さんのお力私に授けていただきたいと思います。佐藤誠全力で頑張ってまいりますので皆さんのその貴重な一票ぜひ私に託してください。佐藤誠でした。よろしくお願いします。ありがとうございました。